はい、皆さんグッドイブニングです。ここは、小田原駅でございます。本日、ここからですねロマンスカーに乗って本厚木まで行きたいと思うんですけども、それに際してエクゼアルファに乗っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。小田急ロマンスカー、新宿駅を発しまして、江ノ島であったりだとか小田原、そしてこの奥の箱根特急、まあ、代名詞と呼ばれるものですね、そちらを結ぶ特急小田急の特急でございます。一口にロマンスカーといってもたくさんの車両が走っております。このロマンスカーの中に小田急3万型電車エクセレントエクスプレス、通称エクゼの愛称で親しまれるロマンスカーがございます。でエクゼアルファが登場したのは、2007年のことで、今からだいたい3年前ぐらいの話なのですが、まあ、私何度かロマンスカーに乗る機会はあれど、毎回その運用に当たらなく、まあ、今まで乗ったことがなかったのですが、今回ちょっと狙ってですね本厚木までとはなるのですが、エクゼアルファですね初めて体感してみようということでですね、まあ、乗っていこうかなというところでございます。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。さて小田急線の乗り場までやってまいりました。ということで改札の中入っていくことにいたしましょう。さて改札の中までやってまいりましたが、乗っていくのは下から2番目です。あちら特急箱根32号新宿行き17時25分発の列車です。特急箱根号ということですから、この小田原駅の手前にある箱根湯本からやってくる、いわゆる箱根特急という特急です。ただ、その箱根特急もやはり小田原からの需要が非常に高い列車ですので、まあ、私の他にもたくさん乗られる方はいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今ちょうど7番乗り場に列車が来たんですけども、あの茶色い列車、あれがエクゼです。まだ、更新をされていない列車です。こんな感じで非常に落ち着いたデザインをしているのが特徴です。中の椅子が少し見えるかな、茶色っぽいですね、そういった配色をしているのが特徴です。また中身のですね、あの車内灯の色も白っぽいのも特徴の一つかなと思います。それで次私が乗車いたします箱根号は6両編成ですので、これはですね、あの10両編成の停車位置目標なので6両のものを探さなくてはいけません。ここですね。さて箱根32号新宿行きやってまいりました。この方向幕も確か、リニューアルに際して変わったものの一部だったはずです。箱根32号小田原を発車して行きました。この列車この先の停車駅は秦野17時41分本厚木17時54分相模大野18時7分新百合ヶ丘18時20分そして終点新宿に18時46分に到着となっております。本日私は本厚木までしか乗車をしないのですが、この列車町田駅を通過して新百合ヶ丘に停車するという珍しい停車駅パターンを持つ箱根号です。さて早速となりますが、エクゼとエクゼアルファどのあたりが変わっているのかというところをご紹介していきましょう。まずは何といっても照明ではないでしょうか。エクゼは荷物棚の下の方に照明がある、そのような形が取られていたのですが、このエクゼアルファはこの天井のですね上の方にある照明と、またその裏に間接照明がついているという形になりまして、まあこうモダンで少し大人チックというかね、大人っぽいそんな雰囲気となっております。次に座席周りを見ていきましょう。このように背面にテーブルはついておりません。肘掛けのとこからこうシャコンと出しますインアーム式タイプのテーブルとなっております。ロマンスカーはほぼ全ての車両がこのような形をとっておりまして、
席を回転させて4人掛けにした際にもテーブルが使いやすいようそのように設計されているそうです。またテーブルのデザイン自体も結構変わっておりまして、エクゼは白っぽい感じのデザインだったのですが、アルファになったことによってこのように木目調の温かみのあるデザインに変更がされております。そして座席の配色、こちらも変更されております。白とブルー、こちらを基調にいたしました座席となっておりまして、まあ、ここは少し明るい印象、これを覚えるような色となっております。車内、まあ、座席周りとですね、まあ、内装を含めて少し MSE ですね、こちらの雰囲気と少し似てるのかなというふうに感じられました。さらに、他車内座席周りだけではなくお手洗い、こちらも大きく変更がなされております。もちろん改修されてかなり新しくなったというのは、言うまでもないのですが、こちらですね、バリアフリー、これに対応したお手洗い、これが取り付けられたのが最大の特徴と言っても良いでしょう。そして編成自体は特に変更はございません。エクゼというのは6両と4両、その編成がございまして、これをくっつけることによって10両、まあ、6、4、10、このどれかで運用することができるのですが、それは変わっておりません。ただ確か相模大野で分割して江ノ島と相模になる、定期の運行というのは今確かないはずですので、まあ、そのあたり今は分割しているのが、まあ、箱根湯本に行く際分割しなきゃいけないので、それは多分生き残っているので、この機能もですね存分に使われているはずです。さあ、列車もう間もなく私が下車いたします本厚木駅に到着いたします。それではまあ今回の乗車の感想なのですが、まあ、MSE と似てるというふうに先ほど申し上げましたが、まさしくその通りかなというふうに感じました。ただまあ私 MSE の内装というのは非常におしゃれでですね、まあ、非常にシックで、凝っていてですね、好きなので、まあ、このあたり個人的にはすごい、良いかなというふうに思いました。またエクゼというのは改装前から結構ロマンスカーの中では乗り心地がいいというふうにですね、まあ、評判の車両でございまして、まあ、それがさらにですねこうグレードアップしていることによりまたこう乗り心地もですね向上しているんじゃないかなというふうにも思いました。まあ、シルバーのですねこう外観とともに非常にまあこうスタイリッシュでかっこいい車両だなと思いました。まあ、結構ですね登場からは時間が経っていますので、まあ、そろそろ新しい車両と言われればそうじゃないかなという、まあ、時期には差し掛かっているとは思うのですが、まあ、やはりおすすめの車両ですので結構ね運用とかもこう、まあ、いろいろ調べれば出てきますので、皆さんもぜひですねご乗車していただきたいなというふうに感じました。で乗車率というですねそういう観点で見ますと、やはり箱根号でですね温泉から帰るのに具合がいい時間帯ということで結構慣れてましたね。本厚木で降りられる方も結構いらっしゃいました。ロマンスカーはやはりタンク管理用、こちらもですね結構目立つそんな列車だなと改めて感じさせられました。というわけで、もう間もなく列車本厚木駅に到着いたします。動画の方も、この辺り終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとう存じます。また、お待ちしております。それでは。